どうもこんにちは、ズーマでございます。今回の動画は東京湾シーバスビッグベイトプラスアルファとなっております。このプラスアルファ、非常に気になる部分ではありますが、サムネイルでネタバレしてるかもしれませんが、動画の中盤から、どういう釣りか分かってくると思います。ちなみにこのプラスアルファをやっているのは私だけです。それで今回の東京湾シーバスの動画なんですけれども、前編と後編に分けました。なのでぜひ後編もご覧いただければと思います。3メーター前後あ、着いた。うえーい、おさん、まあこれ私のメタルジグのおかげだと思うんですよ。あ、多分俺がやらないと。いや、ダメです、ダメです。あの、それではバラしたことがあるんです。だから言ったんです。触ろう？やったー。じゃあちょっと待ってください。じゃあ上げましょう。ちょっと入れ直しますんで。ルアー変えたら1投目だよ。何した？気分変えてルアー変えよう。何にしたんですか、ルアーは？ダウス。ダウス小さめ。小さい方。180じゃない。240。でかい。でかい。全然。ちっちゃくはないです。この白フラッシュブーストは。はい、プラスアルファが、ジギングだと思いきや、この城をですね、引っ掛け釣りして、それを泳がせて、まあ、あのシーバスを狙うという風な釣りに変更しました。今日もですね、結構渋くてですね、なかなかビッグベイトも、まあ、3時間ぐらい続けてたんですけれども、まあ、私だけこの城を泳がさせていただきました。シーバス食った今。今ですか？はい。めっちゃ食った今。ダダダダンってなりました。いや、もう水面でバーって今。いや、この城がちょっと瀕死になってます。惜しいですね。はい、さっきチェイスがあったあの辺りか。うってなってる。うってダラーンとしてる。うわー、ダラーンとしてる。動かなくなってる。パオ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 ってこんなになってましたからね。惜しいな。警戒してますね。瀕死の状態ですよ、今。完全にやられましたね。完全にやられましたよ。これは豪華にやった。これはやばい。でかっ。あ、来た。乗った。乗ってないか、これ。乗ったんじゃないの、これ。乗ってないか。糸が死ぬほど出てる。何これ。糸が死ぬほど出ただけ。糸が死ぬほど出ただけ。え、乗ったこれ。あ、乗ってない。これ乗ってないか。乗ってない。いや、乗ってないですよね。ただの抵抗だと思うんですけど。抵抗です、ただの。もうこの城が強すぎて。まあ、シーバスは跳ねるよね。はい。あ、でもこれシーバスだ。お、なんや。オッケー。なんや。ちょっと小さくないですね。あ、焼肉かな今日は。おお、あんなでかいこの城食うかっていうぐらいのあれですね。遊んでもまだ。魚いるぞって、ありがとうございます。取っちゃいます。はい、針はあのトリプルフックオンリーです。あれでも全然いけるんですよ。これこんな感じで、あれでも全然確信かかってますよ。全然カメラ回ってんの？回ってますね。これ回ってなかったら。いや、回ってないかもしれないです。なんかそれ
タイムラプスになってないけど。タイムラプス。よいしょ。これはでかい。出過ぎじゃないか。あ、乗ってるな。乗ったな今。食ってるんですけど、加えてます。加えてます。加えてます。電源入ってる？電源入ってる。電源入ってます。電源入ってるけど微妙。バッテリーですか？残量。いや。可動が乗らないな。乗らないか。壊しといた方がいいよ。はい。しゃぶってるんだ今。チパチパしてますね。おおおおお、出てる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 、ちょっと待ってくださいね。乗るか乗るか乗るか、あ、まだだまだだ、おお、なんかすあのいいですか、ヒラメみたいです。これ乗ったのかな、合わせるタイミングがあれだね。そう、そこが難しい。コンテ、いやこれあの分かんないな。あれ、なんだ、乗ったか乗ったか、乗りましたね。すいません。でもちっちゃい。どうしよう、あ、なんだ、分かんないぞ。無理だ無理。やっぱビッグベイトはすごいですね。やば。あ、跳ねた跳ねた、なんだこれ。なんかあの上手に泳がすことを覚えてきました。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいね。なんか新編がいいんじゃないですか。